パリゴリン柔道男子1 0 0キロ級の決勝戦が現地8月1日に行われ、ゼリム・コツイエフ・アゼルバイジャンが金メダルに輝いた。一方で勝負は相手側の指導3つでの反則負けによって名演が分かれたこともあり、大きな反響を呼んでいる。決勝戦では世界ランク1位のコツイエフと、準々決勝で日本代表のウルフ・アロンを破った同2位のイリアス・ラマニゼ、ジョージア、 ととの対戦であったことから、世界最高の戦いを見られると多くの柔道ファンの注目を集めていた試合では両者指導2つを受けながらもスラマニゼが技ありを奪うなど優勢に見えたしかし本戦残り10秒ほどの場面でコツイエフが技を仕掛けた際スラマニゼは道着から手を離し技はかからずこれが偽装攻撃と判断され3つ目の指導が与えられコツイエフの金メダルが決まった 世界最高を決める舞台に似つかわしくない、あまりにあっけない結末に、判定直後には会場から大ブーイングが。スラマニゼも勝利目前での反則負けを受け入れきれず、審判から礼を促されるもなかなか体が動かない様子で、畳を降りた後には悲鳴にも似た絶叫を上げて悔しさを表した。この結果には日本のファンからも、指導ばっかりの柔道は見てて面白くないな、もうこれ指導芸じゃん。 これはフランスの観客の気持ちわかるとの反応が SNS 上にあったまたこの日行われたもう1階級女子7 8キロ級の決勝も同じく指導3つの反則負けで決着この試合後にも SNS 上では同様の声が上がった